吉田さんお疲れ様でございます。まあ長くやってるとね、まあ、戻ってくれるっていうところもありまして、で、戻った人の立場としては、ちょっとびっくりするんじゃないかなと思うんですよ。おまだやってんだみたいなね。でも、もしかしたらまだやってるかもしんないなって思っていただけるっていうのは、まあ信頼の証ですよね。これは非常にありがたいことだなと思います。で、逆にね、継続することによって信頼を落とすっていうこともあるんですよ。それが、水俣病についてのね、 最近、環境省が水俣病で被害に苦しんでいる人との対話の場面を設けたときにあの、水俣病被害を受けた人が喋ってる途中でね、マイクを切って、まあ、そのまま話をまとめようとしたってことで批判を浴びて、謝罪と、あとはね、またその懇談会のやり直しを今ね、計画しているっていうことになりました。かなりこれね、あのーまあ、私もびっくりしたっていうかね、え、まだやってんだと思いましたね。水俣病 っていうのは確かに日本で起きる四大工業のうちの工業以外のね一、えー、つだと思いますけどもその非常に悲惨な事故で当時水俣病にあった方ってのはそのなんでこんな病気になるのか分からなかったっていうねで色々調べていったらその海水に溶けたカドミウムで工場の排水があ当時ね規制が緩かったんで、えー、もう無制限に排水が出されていてそれが 水銀になって魚に蓄積してそれを食べた人が病気になったってことでね非常に悲惨な事故だなと思いますでもそれ知ったのは私がね小学生の頃でその当時ですら昔こういうことがありましたっていうことだったんで聞いた時点でね小学校の時の社会の授業かなんかで聞いた時点で過去のものだと思ってたんですよでも現実は今でも苦しんでいて保証が受けれなくって水俣病の認定を を受ける受けないっていうね裁判が続いているみたいなことがあってねあこんなことなんだと思いましたで、えー、今回証言をねあのこうマイク切られた方も同じでその奥さんが亡くなったんだけども水俣病であることは明らかなのに国からの認定が下りなくってすごく無念な、ね、思いをされてあの最後で苦しい苦しいって亡くなったっていうところがあってねいやこれは聞いとかな駄目だろうっていうところでマイクを切ったみたいなね もう本当にねもう人間として本当にこれは許されるんだろうかみたいなねなよくお役所仕事って言葉があるじゃないですか事務的に作業をこなすみたいなね、うん、まあでもやっぱりね公務員であろうとも人間ですから感情に動かされてルールをどんどん変えていくっていう方に行ってほしいですよね決まりだからルールだからっていうんでもうビタ一問感情を 動かさなないような、まあ、そんな行政運営ではなくてあこれは確かに気の毒だなっていうふうに気持ちが動いたらねルールを変えていくことによってどん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 こうね、あのー、みんなが豊かに暮らせる世の中にしていっていただきたいのをまさにねお役所仕事っていうものを遂行しようとしてるっていうかね堅持、うん、しようとしているその姿勢っていうのはまさに役所でやる仕事ではないかなと思いますね。 まあそういうことがあってね、私は思ったんですけども、未だにやってるんですよ。だから未だにやってることについて、信頼を失うっていうかね、お前ら早く保証してやれよ、と思うわけですよ。決着つけるばこのぐらいと。国が一方的に悪いのに、国が認定を拒んでるみたいなね。で、被害者がもうご高齢になっちゃってね、もうお亡くなりになってるわけですよ、どんどん、年齢で。そうしたら、 お亡くなりになったらもうね、訴える人がいなくなるわけですから、幕引きみたいなことが、時間切れになっちゃうわけですよ。まあ、あの、レア新戚のね、山太郎さんも言われてましたけども、いつも国は、あの、時間切れを待っているんだってね、まさにそうだなと思いました。で、ね、国民に対して、不利なことはどん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 ね、あの、間髪入れずに決めてしまうのに、国民を救うことに関しましては、なんか時間切れを待っているっていうね、そんないやらしさがあるかなと思います。これはですね、他の、 薬害問題とかとかかねいろんな国指導で誤った決定で国民に害を残したことがありますけどもそれっていうのもいまだに続いてんじゃないかなと思うぐらいですよね。まあ、ここまで続いてんのかなと思ったらね昭和の初期というかね前半で起きたことが平成を通り越して平成30年を抜けて令和の時代になるとまだやってるみたいなね。ここれは続けることによって信頼を もうできなくなるような一つの事件ではないかなと思いますね早くもうね人生を返してやれようと思うんですけどねもう返すことはできないんですけども何やってんのかなと思っちゃいました。それじゃあ